香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がパッタジュパータンティーとしてすごい初めてのミスり方をした気がする。ラジオマスナリティとして理由は後で話すわ。そしてスクラップ、リスナーの皆さんと一緒に研究を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。ちょっと待って、ちょっと拍手するしかない。いやこの本当はこの後いい感じの流れでちょっとね自分の誕生日触れていこうと思ったんですけど、ちょっと待って一回、何今のわかんない。なんかね一瞬あのラジオパーセンティって言おうと思ったんだけど、なんか台本見てなかったから急にね不安に思った。あれラジオパーセンあれこれそうそうそう、だからそしたらね不安に思ったらパーソナリティって言いそうになって、あ違う違う違うってなってね、ラジオパーソナリティぐっちゃぐちゃになっちゃってね、ちょっとおかしいわね。今日ねあれなんですよ、皆さんにご報告がありまして、私はね3日前の8月6日に誕生日を迎えました。やったおめでとう、私また一つ大人になったよって言ってね、本当になんかこんななんかいいテンションで言おうと思ったのに、なんかこのラジオパーソナリティでつまずいてしまって、本当に大人になったのかみたいな感じでね、ちょっとハテナが自分の中で浮かんでしまいましたよ。まあまあでも本当にお誕生日はね無事に迎えました。もうねでも本当にたくさんの方からあの毎年いつもお祝いしてもらって、で今年のはあの当日8月6日金曜日だったんですけど、そちらをファンクラブイベントの方で生配信をさせていただいて、あのさすがにねあの去年みたいにその日付変わる瞬間ではなかったんですけど、その当日に皆さんにお祝いしていただけるっていうね素敵な放送をやっていただけて、とってもとっても嬉しい誕生日になりました。あの大人になったって言いたかったんですけど、ちょっと定かではないですが、この感じで今年も楽しくやっていこうかなっていう風に思いますので、引き続き、大人になった香織の方の応援をよろしくお願いします。それでは今夜も始めていきましょう。エンディングまでキャリーアップ、石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。まずはこちら、ラジオネームウォーターさんからです。ありがとうございます。香織ちゃんお誕生日おめでとうございます。いつも思っている感謝の気持ちを伝えたくて投稿しました。僕は小さい頃からスポーツも勉強も絵もできないし、容姿も良くない上に人がすぐできるようなこともよく失敗してしまいます。一生懸命頑張っているのにできなくて、自分は取り柄がないダメなやつだなと思って生きてきました。でもそんな僕に対してもリリーベで会うと、香織ちゃんは笑顔で話されて優しさをいっぱいくれるので、何度も幸せな気持ちになりました。なので頑張るときはいつも香織ちゃんの歌を聴いたり、ライブ映像を見て香織ちゃんに負けないように一生懸命やるぞという気持ちにさせています。最近はフォーユアスマイルのボーリングで頑張っていけいけと香織ちゃんの声が響くシーンを何度も見てモチベーションを上げています。結びになりますが、香織ちゃんお誕生日おめでとう。そしていつもありがとう。僕が前向きになれるのは、頑張れるのは、幸せな気持ちになれるのは香織ちゃんがいるからです。みんなを笑顔にしてくれる香織ちゃんには笑顔の出来事が溢れますように。これからもずっと応援していますとのことです。嬉しい、めちゃめちゃ素敵なお便りで、いやいやいや、ありがとうございますね。いろいろなんかあの こんなやつだよって自分のことねきっと思っているのかもしれないんですけど、あのでもいつも思うんです、自分のことでも。私自分が一番自分のことやっぱ見えない、ちゃんとわからないものだなっていう風に思ってるから、このウォーターさんもきっと周りの人から見たらきっと
っとね魅力いっぱいの人だと思うので、まあ、自分にも向けてですけど、そんなに悲観しなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。私もウォトアさんに負けないようにこれからも頑張って楽しく生きていこうと思いますので、お互い楽しく日々を過ごしていきましょうね。本当に素敵なメールをありがとうございます。めっちゃ力になりました。ではでは続いてこちらは国尾さんからです。ありがとうございます。かおりこんばんはこんばんはちょっと急に来たからね思わず笑ってしまいました。こんばんは、かおりですライブ DVD のオンラインお渡し会に参加しました。以前のお渡し会よりもかおりさんと長い時間お話しできるということで話題が持つかなと思っていたのですが、まず始まる前から緊張してしまい、かおりさんのお顔がスマホに映った瞬間に頭が真っ白になりました。ファンクラブの解放の話とラジオの話をしましたが、ありきたりな内容で香里さんに楽しんでいただけたかなと思いましたが、私にはとても大切な時間になりました。香里さんとこの機会を作ってくださったスタッフの皆さんに感謝です。またいただいた壁紙の画像も素敵な香里さんの画像でしたとのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、さすがに全部終わりましたね、オンラインイベント系は。でも今回は本当にいろいろまあサイン会もありましたし、これはねあれですよね、画面の前で皆さんって40秒でかな、今回はねお話しするって方のやつだったんですけれども、全然なんか何を話したらいいか分かんなくなっちゃいましたとかね、言ってくださる方もいるし、この方みたいに私が楽しかったかどうかなってすごい考えてくれる優しい方々がいっぱいいらっしゃるんですけど、私はもうまず皆さんと同じ時間を過ごせることがまず嬉しいことなので、全然気負わずに参加してもらえて本当に嬉しいなっていうふうに思います。今後ももしあったらその気持ちでぜひ参加してもらえたら嬉しいんですけれども、いろんな形でこれからも楽しいことをどんどんできるようにしていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ引き続きまた何かしらこういうイベントがありましたら参加していただけると嬉しいなっていう風に思います。本当にありがとうございます。ではでは続きまして、あちょっと髪がね取れないわ、大人になったからかしら違うわよね、ちょっとねアルコールで手がカサカサになってしまっているんです、違います。ではではじゃあ続きまして、ラジオネームミッシーさんです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。キャニメ10周年記念10時間生放送を見ました。レーベルメイトの皆さん、かっこ竹達さん、三森さん、久保さん、紀藤さんが集まるということで、すごく楽しみにしていました。放送ではレーベルメイトの方々とのいろいろなお話やポニキャンスタッフの面白いエピソードなど、いつもではあまり聞けないようなことがたくさんあったので、とても楽しく見ることができました。またクイズで5文字で回答する問題を6文字で答えるといういつも通りの香里ちゃんも見れて面白かったです。え？あーそっか、ここに書いてある、ジェラートが正解なところをシャーベットと答えるから、じゃあそうだね、あと生放送の感想があればお聞かせください。かっこ景品のペンケースについても詳しく聞けたら幸いです。欲しいと思ったきっかけ、使ってみての感想などなど面白いありがとうございます。そうですね、確かにレーベルメイトのみんなといろんな話していたんですけど、なんか出る質問がなんかこう なんかいい意味で無難じゃない質問が多くって、例えばなんかそのボニーキャンスタッフがやらかしてしまったことみたいな、まあざっくりとそういうこととか、あとなんかね、なんだったっけ、まあ、その手の類、普通だったらなんかちょっとなんて言おうか悩むなみたいな質問がいっぱいね、こうくじで出てきてうちのね衣装をタクシーに全部忘れちゃうっていうエピソード、まあこのラジオでもしかして話したかもしれないんですけど、そういうのをね話したりとか、もう全然笑い話なんですけど、それも結局戻ってきてるんで、まあみんなでどこのチームもなんかいろいろあるし、チームごとによって色がやっぱ違うんだなっていうのがね知れて、すごい楽しいイベントだったなっていうふうに思います。あとね、このクイズで5文字のやつ、最初ね私何番手だったんだっけな、3番4、この並びだから4番手答えなきゃいけなかったんですよ。で確か
ちゃんとジェラートを最初意識して書いてって、でも違うかもって言って書き直して、同じもの書いたつもりだったらシャーベットになってたっていうね、なんか珍事件が自分の中で起きてて間違えちゃったんですよね。確かね、最初ジェラートだと思ったんだよこれ。だからね、人って恐ろしいなっていう風に思いました。記憶が改ざんされちゃうっていうね、一瞬の間。あとペンケースもここに実はあるんですけど、これです。なんで手に入れようかと思ったかはまた今度話します。ちょっとね、今度話しますね、せっかくなんで。気に入ってまーすはい、ということで、この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで一曲。発売中のブルーレイ &DVD 石原香織セカンドライブメイクスマイルから、こちらのライブ映像でお届けします。椅子を使った演出や大人っぽいダンスにも注目してみてくださいね。石原香織でジオラマドラマ。いてくじゃスファンタジーへ、髪すずリアリティビコスイエーイエーイエーイ、ブレイクザジオラマ。成し遂げること、私が様々なあれこれをアットランダムにキャリするしていきます。本日の課題はキャリサーチ。リスナーさんから届いたあらゆる調査依頼を私が徹底リサーチしていきます。今日はこれです。一つ大人になった石原香織は忘れ物をゼロにできるのか、スパルタ記憶力向上ミッションはい、何度もお伝えしていますが、私石原香織、先日お誕生日を迎えました。おめでとう、そしてありがたい。その一方で本当にこのままでいいのか、一つ心配なことがあるんです。それが忘れ物いや、最近の忘れ物はですね、そうですね、本当直近で言いますと7月末に行われたのオンラインリリースイベントの時なんですけど、まあオンライン系って割と自分でメイクすることが多いから、自分で道具とか持ってってるんですよ。でそれでしっかりね、ちゃんと準備していって、前日から。でも当日の時にメイク最初予定してたのと色変えちゃったから、じゃあリップの色変えよう、やっぱ持っていくのと思ってね、久々にちょっと中身を変えたんですよ。でそれで、あーよし変えたからいいでよって入れて、出かけて現場行きました。でいろいろ時間が経って、本番あと15分前かな、そろそろじゃあ香織ちゃん、ちょっとカメラテストやるから、そのやる時のやる場所の来てくださいって言われて、行って、あそういえばリップ塗ってから行こうと思ってカバン探すとですね、リップが入ってるケースがね見当たんないんですよ。おかしいな、おかしいなって、それであれおかしいな、リップ、え絶対
いるってはずだろ、ないなないなって言ってる間に本当にだんだん青ざめていくの。私記憶ないんだけど、あの中身入れ替えてもしかしたら机に置いたのかもしれないってよぎりつつ、でもあるはずだと思って探す、ないない、どうしようどうしよう、マネージャーさんにリープないから今すぐ買ってきてくれって言って、もうパソコンやってたんですよマネージャーさんが。それでなんか全然行く気配ないし、こっちめっちゃ慌ててんのに、ない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 って言ってんのに行かなくて、早く行ってって言ってるでしょみたいな逆切れ再生めっちゃ咲いて、それで私もうじゃあ自分で買いに行くだから誰かカメラテストやっといてってね言ったの。したら田中くんから、さすがにそれは香里ちゃんが行くのはダメって、じゃあ早くマネージャーさん行ってよって言っても、行ってくれなくてね、最後はね本当に、ね、怒りながら行って、何でもいいからって言ってね、何の色も伝えず買わせに行って、でいざねテストやってみて、画面越しに自分見たらなんかちょっとフィルターがね綺麗に映るようになってて、塗ってなくてもね唇ちゃんと色映ってるんですよ。だからあれ今すごいなんかあのお尻叩いて行かせちゃったけど、あこれいや別になくてももしかしたらみたいに思いつつ買ってきてもらって、はい、無事ね手に入れました。今日はそのリップ塗ってます。手に入れたからね。はい、まあ、そんな感じなのでね、キンキン誕生日のキンキンまでちょっと忘れ物をやらかしてますね。怖い怖い怖い。ということで、いつもね本当に青ざめた状態でね、いつもマネージャーが助けてくれてるのでね、そろそろね忘れ物癖をね卒業しないといけませんね。ということで、忘れ物とはつまり記憶力と紐づいてるみたいなんです。いいですか皆さん、私がよくこの番組で言う口癖ベスト1。なんだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、はい、これが原因です。もうめちゃめちゃ言ってるから、なんかほんと言わされてる感ない、自然に出てきちゃうみたいなそんな感じで、これが原因ですから、あーまずいですね。巷でですね、あのまことしやかにささやかれている記憶力を高める裏技を試して、実際に忘れにくくなるのか、私が、身をもって証明したいと思います。しかも今日はですね、より効果が得られるようにうまいことを頑張れば番組からご褒美がもらえるそうです。やった、さすが誕生日、いつも罰ゲームがやってくるところが今日はご褒美だって。じゃあ頑張っていくぞ。それではスパルタ記憶力向上ミッション始め。一つ目の記憶力を高める裏技、よく噛んで食べる。おー、物をよく噛んで食べると、脳内の血流が増えていろんな器官が活性化、極めつけに記憶力を司る海馬が刺激されて記憶力の向上につながるとかつながらないとか。あーなるほど、まことしやかですからねやっぱり。じゃあ早速やってみましょう。石原香里、記憶力を向上させるために美味しいものをよく噛んで食べます。おー、あこれこれすごい、なんだっけ名前、じゃんぽー、これねちょっとね、何回も聞いてんですけど忘れてます。私ジャンポーヘブンみたいな、エヴァンすごい、やった、嬉しい。では早速いただきたいと思います。ではいただきます。よく噛んで、そうね、普通に食べちゃいけないこれ忘れたやばい、 よく噛むので大きいのにしよう、はあ、もう30回ぐらい噛んだかな。では次は制限時間1分を使ってイギリスにある世界で一番長い駅名を暗記します。暗記タイムスタート。はい、やばい、ランバイル、ブルグ、ウィンギル、コゲリフ、やばい、呪文にしか見えない。ウィルンドロフブル、ウィルンドロブル、ランティシリオゴゴゴゴ。あゴゴゴゴだ。ランティシリオゴゴゴゴ駅。ランティア。やば。やばいわー。ということで1分経過しました。はあ、覚えてるかな、私の記憶力は
向上しているのか、注目のリサーチ結果まで3、2、1、いきます。ランディリブルグラルガネシ リティリティゴゴゴゴイ一個も合ってない。え、嘘、頭も合ってなかった。合ってないよ、ランバイルだよ。ランバイルだ、なんて言ってたかなそれすらもわかんない。ということで、これは記憶力向上しませんでした。めちゃめちゃすまないな、なんかちゃんと証明してみんなに希望を与えたかったのに。でも諦めない。続いて2つ目の記憶力を高める裏技、自分の脳を褒める。記憶力を上げるにはやればできるという考えを持っていることが大前提。どうせできないと自信をなくしてしまうと、記憶しようとするスイッチがそもそも入らないんだそうです。早く知りたかった。だからこそ自分の脳を信じてたくさん褒めてあげることが大事。なるほどなるほど、これはなんかね、ありえそうな気がする。ではじゃあやってみます。石原かおり、記憶力を向上させるために自分の脳をたくさん褒めます。いや本当にね、なんだかんだですね、私はいいんですよ。なんか、なんていうのかな、いつもね、やっぱね、これに基づきますけど、頭いいじゃなくて、なんていうのかな、諦めちゃいそうになるんですけど、なんだかんだ自分を奮い立たせてね、最終的にはね、合格つかむタイプですから、できるんです。本当は、すんごく。ちょっと人よりなんかスピード感とか容量がうんって感じですけど、結局はできるんですよ。努力次第。私はできる、できる。みんなも褒めてくれてるから、できる！まだいける。よし。いや、結構褒めました。もう一部いつもだったらね、そういう質問されても絶対答えないんですけど、ちょっと言ってみました、今はね。だからいける気がします。ではでは、じゃあ次に、制限時間1分を使って、長い名前の代表、ピカソの本名を暗記します。本名です。本名を暗記します。暗記タイム、スタート。ピカソはピカソじゃないね。パブロ・ディエゴ、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシス、フランシスコ・デ・パウラ・ホアン。トルニダード・ルイス・イ・ピカソ、パブロ・ディエゴ。やばい。これはですね、いやいや、いける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 、あとじゃあできる子なんだから、さあちょっと挑んでいこうかな。ということで1分経過しました。果たして私の記憶力は向上しているのか、注目のリサーチ結果まで3、2、1、いきます。パブロ・ディレコ・サンフランシスコ、サンフランシスコ、トルニダード、ルイス・イ・ピカソ。産業なの、産業。あとサンフランシスコで。地名みたいに覚え方しちゃう。自分のある記憶と結びつけようと思って。ということで、まあ2つのね、記憶力を高める裏技を試してみましたが、リサーチした結果、ニュー石原かおりの忘れ物は今年も変わりそうにありません。うわー、悲しい。え、そっか、え、これご褒美もらえるのかな。じゃあマネージャーさんにね、訴えてもらう。あ、わかりました。じゃあマネージャーさん、確かマネージャーさんに、じゃあちょっと、メッセージ、いつも、たくさん忘れ物してすみません。しかもなんか、こんな時忘れちゃいけないよって時に限って大体忘れてしまいます。そしてマネージャーのことを煽ってすぐに買いに行かせようとするところ申し訳ないと思います。反省しています。これからも多分やりますが、見捨てないでください。やるぞ。よろしくお願いします。エンディングまで
考えてもらって、そうだね、エンディングまで、判決を待ってもらおうということにしたいと思います。いつか、裏技に頼らずしっかり者の大人女子になれますように。マネージャーさん、これからもお世話になります。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい依頼を募集しています。真実探してキャリスル、以上キャリスルでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら。石原香里セカンドライブメイクスマイルブルーレイ &DVD が発売中です。ゲットして何度でも見てくださいね。いよいよ今週末、8月14日土曜日、サンシティ越谷市民ホールで石原香里サマーイベントスマイルゴーハッピーを開催します。 MC に鷲崎武さんをお迎えして、トークやゲームコーナーはもちろんライブも披露させていただきます。現在チケットが一般発売中です。オンラインチケットもありますので、ぜひ遊びに来てください。またイベントグッズはキャニメ通販で販売中です。詳しくは石原香里オフィシャルサイトをチェックしてみてください。最後にファンクラブの情報です。私、石原香里のファンクラブハンドインハンド絶賛入会を受付中です。皆さんのご入会を心よりお待ちしております。詳しくは石原香里公式オフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上、キャリーフォメーションでした。お送りしてきました、石原香里のキャリーアップ、エンディングのお時間です。いやー、誕生日を迎えて、初収録初っ端から間違え、そして記憶力いまいちっていう結果にはなりましたが、楽しくやらせていただきました。今年もこんな感じでお届けしていきたいなっていう風に思います。そして、マネージャーから、メッセージをいただきました。読みます。しょうがない、許そう短い、あ、やった、嬉しい、クリームプレゼント、嬉しい、 ありがとうございます。プレゼントゲット、なんだこれ、あ、エアタグだー、わー、うすら、これで大事なのくっつけて探し出しなさいってね、今大事、うわ、ありがたい、これ何つけようかな、リップはリップつけて、リップより高いね、こっちの方がだいぶこれでバッグ、いや、フォノタもろもろなくさないように過ごしたいなっていうふうに思います。大切に使わせていただきます、ありがとうございます。やったね、嬉しい。さあさあさあ、じゃあ今日のね、ステッカープレゼントの方を決めますか。こちらですね、はい、ラジオネームミッシーさんです、ありがとうございます。あのキャニメ10周年のお話をねくれた方です。ペンケースの話はちょっと触れられなかったので、またちょっと先延ばしということになりますけれども、ミッシーさんにあのステッカーをプレゼントしたいなっていうふうに思いますので、楽しみに待っていただけたらすごく嬉しいです。はい、この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリスル宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香里オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkerry@joqr.net です。ノベルティのステッカーを希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また、YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原香里のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香里でした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバーイ。石原香里のキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。